大谷区仏区比の雨量寺は、北海道石狩市親船町26にある新州、大谷派の寺院。幕末の石狩に建てられた四寺の一つ。1858年12月創建。1867年2月、玉川慶吉の居宅に石狩道場を仮設。1875年12月、蘇我信彦が札幌山花本願寺別院より、 周祖の画像を持参し、玉川慶吉の柏子屋に説教書を仮設。1876年6月、親船町北25番地に、新州東派説教書を建立。1878年11月12日、開拓市函館市長の許可を得て、現在地に移転。1879年、説教書を農業寺と解消。1892年、 本堂を新築。1927年と1928年には、東本願寺第23世館長の大谷区物が、北海道不況のため来訪し、農稜寺を拠点として活動した。1945年7月15日、一帯がアメリカ軍の空爆に見舞われる。この時多くの人々が、農稜寺裏手の柏林に避難し、夜を明かしたという。 1947年4月5日、三代目住職の e o n 1が初代高専石狩町長に就任。3期12年を務める。1950年7月20日、大谷区物が農業寺を立つ際に読んだ俳句を刻んだ石文が建てられる。石狩は、酒のご飯に名残あり、大谷区物。ありがとうございます。